いですか？ですね、違いではないんですが、はい、振り上げのタイミング、大体40から50キロぐらい。40から50キロ。はい、腰に負担がこうかかっている状態です。私、何年か前に上げようと思ったんです、はい、振ろうと思って、はい、あのね、30センチくらいしか上がらなかった。あの最初がやっぱ一番重いですよね。そうですよね、上がっちゃえば、まあ、振れるんでしょうけど、最初の30センチが一番重いです、はい、上がらなかった。ちょっとあの筋トレして頑張ろうかと思ったんですが、はい、そこからちょっとあのコロナになっちゃってね、はい、うん、じゃあ今年から改めて頑張りますということで、はい、期待しています。はい、頑張りたいと思います。それでは、はい、いいですか、リードしていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。辛ければ辛いほど大好きと、はい、雨大好物でございますので、なるほど、でそこで苦しそうな顔をしてるんですけど、お客さんにもらう拍手をもらうとですね、はい、もう元気いっぱいでございます、はい、そこでまたね、頑張れるんですよね。あ、もうそれが楽しみで楽しみで、あの普段から肩振っておりますので、はいはい、もう雨の演舞は本当に煽っていただきたいと思います。ね、そこでね、肌質さんももう輝いてる感じが、ね、汗も一緒に飛んでる感じ、もうとってもかっこいいと思います。いろんな写真見てるんですけどもね、はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは、準備は整ってますね。もう事前の段取りともまず全然違う状況になってますので、あのぶっつけ本番でいきたいと思います。皆さん、会場出られておりますかね。はい、あの朝の段取りとすでに陣形が違いますので、ここからの流れを説明いたします。皆様のチーム名1名ずつお呼びいたします。約30秒ですね。少しですね、あの真ん中の方に出てきていただいて、アピールをしてください。その際、周りの方の皆さん少しちょっと融通してくださいね。そしたら、元の場所に戻っていただいて、最後は扇振りで、一斉振りという形で終わりたいと思っております。まだもうちょっと前の方出れますので、もう少し、間隔上げてまいりましょう。はい、大丈夫ですかね。ちょっとあの普段というか、よくあるあの会場と違いまして、お客様1列目のお客様が非常に近いところに、おりますので、前列の私の皆さん、肌引っかからないように、ちょっと気をつけてください。はい、では準備が整いました。大変お待たせいたしました。それでは参りたいと思います。旗の上げ。打った打った。
Yeah!
すいません、呼び忘れてるチームさんいらっしゃいますか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。スケジュールには13チームのはずなんですけど、14って書いてあるのでちょっとわからないんですけど、大丈夫ですかね。いませんね。はい、じゃあ一斉振りいきたいと思います。一斉振りいきたいと思います。皆様お立ちください。皆様お立ちください。これからですね、ここに、集まりました、チーム演武、そして、旗参加、合計15ですね、一斉に振ります。ぜひですね、お客様の手拍子、歓声をいただけたらと思っております。参りましょう。一斉乱舞、よいしょ。